様か。全国の国立大学を合格しまくって現役大学生を不合格にさせまくっているという仮面浪人之助は、貴様お前、俺が受かりたかった最初の東京大学現役で受かりやがって。僕は落ちてたよ。受かったのは僕の弟、あと甲斐だ。僕の名前は阿藤花本木。阿藤甲斐じゃないよ。今お前が何と言おうが、この使命によって全大学を受験してきた、その思いを貴様にぶつける。では始めよう。せーの、デュエル。薄ら寒いそのごたく吐き気がする。早くゲームを始めろ。お互いの熱気をカット&シャッフォー。俺がお前のデッキを買った。俺がお前のだ。お前デュエルディスク鬼じゃん。お互いの偏差値は3000からスタート。先に偏差値が0になった方が負け。デュエル中に山札を崩した者は失格となる。ふんふん、大したことねえな。いつも通りだ。ざまあねえな。さらに今大会ではジェンガルールが採用されておる。山札を崩さなかったら途中からシュッて抜いても大丈夫だ。これ無理やって。無理やって。なるほど。それではデュエル開始。先行は俺がいただくぜ。俺はフィールド魔法、鳥取大学を発動。何？この場は砂漠になる。鳥取砂丘。お前のフィールドのモンスター2ターンの間偏差値が10下がる。いや。砂嵐で問題がよく見えない。さらに大阪府立大学を攻撃表示でしょ。なんとこいつは攻撃力650だ。攻撃力偏差値だ。こいつの偏差値は650だ。ターンエンドだ。よし、それで俺のターン。ドロピン。福井大学を召喚。何？このカードの効果、雪国。このカードはフィールド全体を冬型の気圧配置に変えることができる。新潟大学ピン。なるほど。この効果、フォッサマグナ。冬型の気圧配置によって成功到底の時、この大学より東の大学の偏差値は0になり、西の偏差値は2倍になる。じゃあ俺おい、違う、攻撃力2倍。山形大学を攻撃用事でしょうか。そんな地方大学に何ができる。2001年、この大学は合格者428人を間違えて不合格にするミスを犯した。なんと。おい、そんな大学の黒歴史をお前ここで晒してんじゃねえよ。お前、山形大学を召喚した瞬間、不祥事つながりで何大阪大学を勝利することができる。不祥事つながり。山形大学は大阪大学の偏差値800ポイントを加えた1100ポイントにアップアップする。なに。まずは新潟大学を攻撃。うわー。そして大阪府立大学で長崎大学も攻撃する。僕のポイントあと何ポイント。1300ポイントです。やばい。やばい。やばい。次の一旦で貴様に何ができる。これだと座った方がやりやすい説ある。おう。まずい、なんとかしないと。頼む、来てくれ。この分厚さは。この分厚さは。ドロー。来た。このモンスターを召喚。滋賀大学、怒りのマザーレイク。近畿地方の大学は全部干からびてしまい破壊される。ドドドドン。俺はターンエンドだ。ふん、私のターン。ふん、ドローカード。分厚い。てってれてー。やばい。てれてー。これは来た。てってれてーてってれてー。リバースカードオープン。神戸大学を発動。このモンスターを生贄に捧げることで大阪と名の付くモンスターを全て復活させること。なに。そして大阪市立大学を召喚。なに、まずい。そしてさらにリバースカードオープン。京都工芸繊維大学、
ユニバーシティオブ大阪の結束発動。なんだそれは。場に半大一大不大が揃った時、鉄器また手札からユニバーシティオブ東京を召喚することができる。なんだ急に。まずこいつの攻撃すごい。こいつの偏差値は1000。しかし場に存在する大学 ×30 の偏差値アップはすることができる。今場にモンスターは9体、偏差値270アップだ。滋賀大学を攻撃。うわー、じゃあ一発でいいのよ。俺のライフポイントは残り何だ。230です。この私に勝てるはずがあるまい。ここでドラップカード発動。山瀬隆を発動する。秋田大学は例外をもたらすアンパンマンを1体召喚することができる。相手の敵モンスターの1体を凍らせて行動を制限することができる。東京大学の特殊効果発動。東京大学というのは食堂ランキング全国2位だ。何？寸胴を燃やすことにより貴様の氷は全て跳ね返す。何？そんなロジックがあります。ここでお茶の水大学は特殊効果発動。お前の食堂をお茶の水の水によって全て水浸しにしてやった。山形大学の特殊効果。山形大学は不祥事を起こしたその責任を取り東京大学の身代わりになる。山形の剣水に流してやったぜ。山形東京大学は無事だ。東北大学を召喚。東京大学の特殊効果発動。何？名古屋大学を召喚。何？トラップカード発動。群馬大学。なんだそれ。くさー、僕のターン。ドロー。四季。何を引いても無駄なこと。くさ、何もできない自分が悔しい。僕はこのカードを1枚見せてターン終了。もうお前は風前の友達だが、さらに場を強化しておこう。なんてことだ。筑波大学召喚。何？筑波大学は実は元東京教育大学だ。こいつら全員を教育し偏差値を2倍。何？筑波大学にそんなことが。東京大学の偏差値2240。このなんかわけのわからないこいつ、どうせ雑魚なんだろう。こいつに攻撃。やばい、やめてくれ、やめてくれ。バイン。うわ、あ、口ほどでもなかったな。所詮お前が今まで犯した罪、俺よりも先に現役で合格し大学生活を謳歌してしまった。俺は30年間これの罪悪全ての申しを受けた。その報い今果たさせてもらったぜ。トラップカード発動。何？もうお前は負けたんだ。こいつの効果、大阪大学。何？卒業、卒業。相手が私に勝利した瞬間、相手の偏差値を等分して再スタートすることができる。つまり1250対1250で再スタートすることができる。あっ、さらに宮廷大魔法ウィー。僕は手札から京都大学を召喚。こいつの効果、学歴マウント。お前は今からフィールド上の大学になりきって、僕どこどこ大学ですよ。あなた何大学、何大学。あなたは全部大学から。僕群馬大学ですけど、あなたは何大学ですかって聞いてください。ああ、それを全ての大学でやってください。私群馬大学ですけど、あなた何大学ですか。え、僕京大です。ああ私金沢大学ですけど、あなた何大学ですか。僕京大です。あ、私弘前大学ですけど、あなた何大学ですか。僕京大です。私筑波大学ですけど、あなた何大学ですか。僕京都大学。私東京大学ですけど、あなた何大学ですか。私東京大学ですけど、あなた何大学ですか。東京大学で名古屋大学を滅殺する。名古屋大学を攻撃。次のターン、俺のモンスターが総合撃したらお前の偏差値はゼロ。俺の勝ちだ。まずい。来てくれ。俺のターン、ドロー。頼む、来てくれ。このカードはバリューしててターンエンドだ。どうやら何もできなかったようだな。東京大学で最後のとどめを刺してもらおう。
東京大学で東京工業大学を攻撃、これでお前の負けだ。ドラーバリングジャンプ。貴様の負けだ。生き耐えるがよい。ハイムラさん、まだ無理じゃないわ。聞こえる、ハイムラさんの声が。そうだろ。このカードを表表示にするのよ。僕のターン、魔法効果発動、見えない学、こいつの効果、三位一体。フィールド上に存在する大学から頭文字を3つ取って新たに大学を生むことができる。今僕のフィールドに出ているのは三重大学、東京工業大学、岩手大学、 MIT、 つまり MIT、 僕はまた抽選しないでしょうか。こいつの効果、お前いつの間に世界大学ランキング1位。このカードが場に出た時、争いは終了する。 MIT はしかも通常偏差値という概念は存在しない。何？試験などはなく、主に学業の成績、課外活動、エッセイ、面接で合格を判定する。仮面浪人の助、この世は学力だけじゃないんだよ。本当はもっと大事な人間力で合否を決めるべきなんだよ。君は間違っているんだ。もうこんな、もうこんな赤本なんかやらない。そうだよ、相手に本当の勉強とは何かを気づかせた時、この争いは終了し僕の勝利となる。勝者、あと赤本議。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、さあ、握手を、握手を。ありがとうございます。ありがとうございます。